皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。恐竜のお兄さんこと加藤ひろしです。今回はジュラシックパークシリーズと博物館や特別展で見られる大人のティラノサウルス、それぞれの良さについて調べていきますよ。この動画はジュラシックパークシリーズの古生物たちがお好きな方におすすめする動画となっておりますので、楽しみながらご覧ください。では行ってみましょう。大人のティラノサウルスレックスといえばこのチャンネルでもおなじみの恐竜ですよね。ですがこの恐竜についての話題はまだまだあります。今回はその中でもジュラシックパークシリーズならではの特徴もお話ししていきますよ。ジュラシックパークシリーズのティラノサウルス、真ん中のティラノサウルスの頭骨の図、そして右のティラノサウルスの展示と見比べてみると、ジュラシックパークシリーズのティラノサウルスの鼻筋広くなってるの分かりますか？実は博物館や特別展で見られるティラノサウルスの化石の特徴の一つでもあるんですが、ティラノサウルスのグループティラノサウルス上科の特徴の一つとして、少なくとも部分的に融合した鼻の骨尾骨が挙げられているんですね。この融合している尾骨のおかげで噛む力がより強力になった、もしくは頭の骨の強度がさらに高まった、このどちらも考えられているんですね。ではなぜジュラシックパークシリーズのティラノサウルスの鼻筋が広いのか、これについてはジュラシックパークシリーズの中でもパークの古生物たちは実際の古生物だけではなくて他の生き物の遺伝子も混ぜて作られているという説明がありますので、ジュラシックパークシリーズのティラノサウルスも他の生き物の遺伝子を混ぜて作られたためと考えられます。もしかしたらジュラシックワールドに登場するインドミナスのようにかっこよさや見た目を意識して改造されていたのかもしれませんね。ジュラシックパークシリーズだけではなくて他の映像作品などでもティラノサウルスはよく登場しますよね。つまりいろいろな姿形のティラノサウルスを見ることができちゃうってことなんですね。その例としてこちらの3つの模型紹介します。左が福井県立恐竜博物館、真ん中が群馬県立自然史博物館、右側が特別展で見られるティラノサウルスの模型になります。どれもこれ大人のティラノサウルスレックスの模型なんですよ。このうち一番右のティラノサウルスの模型、これが先ほどのスライドでも登場したワンケルレックスと呼ばれるティラノサウルスレックスをモデルにしていますから、鼻筋の幅もより実際の化石のように狭くなっているのが分かりますよね。いろんなティラノサウルスの映像や模型、これを見た時に私がおすすめする楽しみ方、それがなんでこの映像や模型はティラノサウルスって分かるんだろうと考えてみることです。こう考えることによってティラノサウルスそのものの特徴が見てわかるようになりますので、いろいろなティラノサウルスの映像や模型を見比べることもできますし、さらに骨格や頭骨も見てあげることで博物館や特別展で見られるティラノサウルスの面白さ、それぞれの個体の違いも見比べることができて、さらにおすすめできる楽しみ方になりますよ。ティラノサウルスの特徴いっぱいありますけど、大人でいいですか？大人のティラノサウルスの特徴はまず使える指が2本指、頭がとてもごつい、そして目の周りの骨もゴツゴツしてます。そして鼻筋が狭くなっていってます。歯がバナナ状になるぐらい太いです。あとは太ももの骨が若干若い頃よりもプロポーション的に長くなってますよ。化石から色が分かった恐竜は両手で数えるぐらいはいます。大きな生き物なので地味めでいいんじゃないかなって思います。バレちゃいますからね、派手な色だと。実はティラノサウルスとティラノサウルス科の脳の研究を行った例が何回かあるんですけど、嗅ぐ力も目も耳もかなり良かったと考えられています。さあ今回のまとめいっちゃいましょう。1つ目、ジュラシックパークシリーズのティラノサウルスは鼻筋に注目。2つ目、いろんなティラノサウルスの模型や映像、骨格を見比べてみよう、この2つです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ジュラシックパークシリーズに登場する大人のティラノサウルス、博物館や特別展で見られる大人のティラノサウルス、それぞれについて私と調べてみていかがでしたでしょうか。
自然科学である古生物学とエンターテインメント作品であるジュラシックパークシリーズのお互いが持ちつ持たれつのいい関係を続けられることができましたら、私もとっても嬉しいです。この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。次回もまたジュラシックパークシリーズの古生物たちについていろいろ調べていきましょう。それでは、